こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。今日は受注会のイベントお知らせ動画になります。はい。はい。もうご覧いただいて分かる通り、クロコダイルをはじめとするエキゾチックレザーの職人さんのオーダー受注イベントになります。おお、もう画面から伝わるこのワイルド感。そうなんですよ。かっこいい。ちょっとテンションが上がっちゃってますが簡単にご説明させていただきます、はい、フリースピリッツ大阪ウクワイーレ店に職人さんをお招きして、はい、お客様と職人様を1対1でお話しし合いながらご自身の理想の革小物を作っていただけるというイベントになります。イベントの日程が11月の21日、22日の2日間になります。2日間、はい、土日の2日間でお越しいただけます、はい、こちらの職人さんなんですけれども、バーミリオンっていうブランドさん、うん、あとトリデンテっていうブランドさんも手掛ける永瀬さんという方にお越しいただきます、うん、贅沢なクロコダイルなどのエキゾチックレザーを使用しているブランドさんです。これもね、ヌバックのキモレザーのクロコダイルなんです。あ、やっぱりなんかちょっと雰囲気違いますよ、普通のクロコの。ちょっと触ってみてもらっていいですか。あ、すごい、すごいサラサラしっとりなんです。サラサラしてる。はい、このクロコダイルも表面を際立たせているので、通常のクロコダイルのつるっとした質感とは違ったマットな質感をお楽しみいただけます。ほー、なるほど。ふもですね、こちらのとても細かくて、細かい。そうなんです。で、贅沢にこれも1枚張りを使っておりますので、はい、かなり贅沢仕様になります。あ、本当ですね、はい、ちょっとなんかツヤが出てきてる感じもまたいいですね。そうなんですよ、ちょっとこうね、テラッとしてくるのもエイジングもとっても楽しんでいただけます。永瀬さん、染めにもこだわってらっしゃる職人さんで、染め、はい、例えばこちらは松煙染めという染めになります。ほう、こちらがですね、松を燃やして、すすってお色づけをされてます。へえ。ちょっとこう書道の墨のような香りがちょっとしてきます。本当だ。はい。で、こちらのタイプとか、あとこちらのボールペンですね。こちらは藍染めのクロコダイルを使用しております。へえ。はい、こちらもジャパンブルーですね。このブルーが美しい仕上がりになっております。確かにめっちゃ綺麗。はい。こういった小物たちの革のパターンオーダーですとか、例えば中をもっと小銭入れをなくしてほしいですとか、うんうん、逆に札入れに小銭入れをつけたいとかっていうフルオーダーもご対応させていただいてます、はい、また小物だけではなく、例えばクロコダイルのトートバッグが欲しいとか、タイソンでリュックサックを作りたいとか、あとはレザージャケットなんかもお作りしていただけるような職人さんにお越しいただきます、はい、はい、なので本当に一生に一度こういうものを持ってみたいという理想をきっちり叶えてくださる職人さんにお越しいただくイベントになっております、うん、完成予定がだいたい3月から5月程度と見ていただけるといいかなと思います。実際にこちらオーダーサンプルでお預かりしているものなんですけれども、このこちらのアイテムがすごく気に入ってくださったということでしたら、このままご購入もいただけます。あ、そうなんですね。そうなんですよ。こちらはオーダーの期間中も大阪店の方に展示しておりますので、はい、ぜひぜひ店頭でご覧いただけますと嬉しいです、はい、ご予約とかお問い合わせについては LINE アットとお電話での対応とさせていただいております、はい、概要欄の方に LINE アットのリンクもございますので、よろしければそちらもぜひぜひお問い合わせしていただけますと幸いです。基本的にはご予約の方優先とさせていただいておりますので、ご興味ある方はぜひぜひお問い合わせ、ご予約を先にお願いいたします、はい、ではご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方、またクロコダイルすごく興味あるっていう方、うん、またオーダーちょっとしてみたいかもっていう方も、ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタン、あとインスタグラムのフォローもお願いいたします、はい、またオーダーについてのご不明点や他の動画のリクエストについてはコメント欄でぜひぜひご意見お待ちしております。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。